クルチュー、皆さんこんにちは。ジェネシスビデオジョッキーのミスミです。本日は弊社顧問の下村を迎え、6月29日に行われた G サミットおよびそのテーマであったデジタルエンパシーについてお話しさせていただきたいと思っております。下村さん、よろしくお願いいたします。はい、ミスミさん、よろしくお願いします。はい、下村さんは、日本の、BPO の大手であるリライアコミュニケーションズで代表取締役、専務取締役を務められたほか、日本コールセンター協会の会長も務められるなど、日本のコンタクトセンター業界の第一人者でいらっしゃいますよね。はい、ありがとうございます。自己紹介をさせていただきます。改めまして、下村でございます。皆さん、こんにちは。ジェネシスの顧問を務めさせていただいております。今、三角さんから日本のコールセンター業界の第一人者っていうお話があったんですけど、まあ、一人者というほど、そんなおこがましいものではないんですけれども、私は1987年、今から35年前に旧もしもしホットライン、今のリライアコミュニケーションズの創業と同時にですね、この業界に入りまして、以来35年間この業界で大変お世話になりました。そして6年前にはですね、日本コールセンター協会の、会長も拝命させていただきまして、昨年まで日本コールセンター協会の会長を務めさせていただきました。本当に会社の創業期、それからコールセンター業界がまさに創業期の頃から、本当に現場のオペレーションですとかですね、それから営業の仕事ですとか、こういった仕事から携わらせていただいて、さまざまな経験を35年間積ませていただきました。まあ、ジェネシスの顧問に今年からならせていただいたわけですけれども、今までのこの私の35年間の経験とですね、それから改めまして、ジェネシスの、顧問になりまして、いろいろ勉強させていただいてですね、そういった勉強も今までの経験の上に積み重ねてですね、まあ、引き続きコールセンター業界の発展に貢献させていただけたらいいなと思って、日々勉強して頑張っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速本題に入らせていただきたいと思います。弊社が毎年お客様やパートナー様にご登壇いただき実施している G サミットなんですけれども、今年のテーマはデジタルエンパシーでした。本日ですね、1分ほどのご紹介ビデオをご用意させていただいておりますので、まずはご覧いただきたいと思います。本日は朝早くからご参加いただきましてありがとうございます。 G サミット2022、本日東京の表参道の方から開催していきたいと思います。炎天下ではありますけれど、内容も熱く皆さんにお伝えしていきたいと思ってますので、ぜひ一日お付き合いいただけると思います。それでは G サミット2022スタート。お客さんと一緒に、本当に、ね、より良い顧客体験をこう、まあ、実現するための会話を続けてきたことが本当に一番であって。 Humans have a great ability to empathize. For our direct customers, it's an exciting concept. デジタルが生み出す共感性をどうお客様に提供していくか。まあ、環境、取り巻く環境がどんなに変わっても、デジタル化がどんなに進んだとしても根底にあるのはカスタマーファースト。 Sure. Since we went live with Genesis Cloud, we've been able to leverage a lot of the capabilities. こう誠実に対応をしていかないと、どうしても見抜かれてしまう時代、相手がどう感じ取るかみたいなことの想像力を常に持っておくっていうことが、なんかすごく重要なんじゃないかなというふうに思っています。はい、こちらがダイジェスト動画だったんですが、下村さん、今年の G サミットをご覧いただいた感想をぜひお願いします。はい、私も6月29日の、G サミットを一参加者として視聴させていただきました。実は私、2年前の G サミットに、その時は登壇者として出演させていただいたことがありまして、はい。
で、その時にも、そのジェネシスの、コンセプトっていうのが、その DX は、まあもちろん CX のためなんですけども、それ以上にやっぱり EX のためだっていうことで、人に焦点をとっても当ててたっていうのが私、まさに共感をしておりました。で、今回の、今年の、G サミットですけども、デジタルエンパシーっていうことで、まさにデジタルによる共感性を、そのデジタルが顧客に共感性を与えるんじゃなくって、デジタルを駆使することで、その人と人とのコミュニケーションの中で、まさに共感性を顧客に持っていただくために、どうやってデジタルがそこの中で役割を果たしていくかっていうこと、その顧客の方が、そのどういう今まで経験されてこられたのか、で、まあ、それからその経験された中でどういう思いを持っておられるのかっていうことをしっかりデジタルが傾聴して、で、それを理解して、そして推測もして、で、最適な CX のために行動する。で、そしたらそういった一連の結果を、デジタルが学習して、さらにもっと共感性の高いコミュニケーションをするためにはどうしたらいいのかっていう、まあ、まさに人と人とのコミュニケーションを、そういろいろなそのデータをデジタルで集約して、分析して、その人とのコミュニケーションをサポートするためにデジタルを使うっていうことが、本当にオープニングセッションからいろいろなパートナー様のセッションに至るまで説明をされてて、とってもそのデジタルエンパシーっていう言葉だけ聞くと何だろうっていうことがですね、G サミットを聞いて、とっても私も理解できまして、これは多分視聴していただいた多くの参加者の方も、私と同じようにこのデジタルエンパシーの考え方っていうのをご理解いただいたんじゃないかなと思って、とっても分かりやすくいいサミットだったなって思ってます。はい。はい。ありがとうございます。今、下村さんがまさにおっしゃった、デジタルを駆使して、お客様のへのサービスを、より良いものに、より共感性の高いものにしていくというところが、非常に今後、重要になってくると思うんですけれども、この分野において、日本のコンタクトセンターの今、また今後について、下村さんはどうお考えでしょうか？はい。まさにコンタクトセンターのデジタル化、DX が必要だっていうのは、本当にコンタクトセンターを運営するいろいろな、インハウスで運営されている方々、それからアウトソーサーの方々、皆さん、そういうふうにおっしゃっていて、デジタルを駆使して、とにかく CX を高めていくんだっていうことは皆さんおっしゃっていて、とっても取り組んでいらっしゃると思うんですけども、現実を見ると、やっぱりともすれば、そのデジタルで今まで人が対応してたところを、例えばチャットボットで対応するだとか、ウェブの、セルフヘルプを充実するために、ウェブの中にデジタルでいろんなデータを入れるだとか、そういったような対応ですとか、それからそういうことを充実することによって24時間対応するだとかっていうことで、エフォートレスなサービスをデジタルで提供することで DX やってるんじゃないかなっていうところにとどまってるところが、結構実際は多いんじゃないかなと思うんですね。そういった中で、やっぱりデジタルで、そういうデジタル化で、応対のチャンネルいろいろ整備すると、一番やっぱり重要になってくるのは、結局人と人とのハイタッチなコミュニケーション、これがますますデジタル化すればするほど重要になってくると思うんで、このハイタッチなコミュニケーションをどうやってデジタルでよりハイタッチなコミュニケーションができるように助けていくのかっていうのが、私は本当の DX じゃないかなっていうふうに思っていまして、そういった意味では今回の G サミットの中でご紹介のありましたポイントアリストのようなソリューションの考え方ですね。まさにハイタッチなコミュニケーションをするために、どういう背景にあるのかだとか、どういう応対したらいいのかだとか、もっと言うと、この背景を持った、この体験やこういう思いを持ったお客様には、このエージェントの方がいいっていう、そのエージェントのアサインのところまで、まさにそのオーケストレーションする、まあ、指揮するというような、まあ、こういう武器を使って、本当に人と人のとのコミュニケーションを本当に醸成していって、信頼と醸成を顧客の方に感じていただく、このために DX 使うっていうのが本当の DX じゃないかなと思っていて、こういった動きがこれから日本のコン
コールセンター、コンタクトセンター業界の中でもどんどん高まっていくといいなっていうふうに私は思ってます。はい。はい、ありがとうございます。先ほどもおっしゃっていた、CX のための DX ということで、ただ単にデジタル化、自動化していきます、ツールを提供しますにとどまらず、人と人とのコミュニケーション、実際にエージェントさんとお客様のコミュニケーションがさらに、適切で最適なものになるための、バックグラウンド、バックボーンとしての、デジタルの活用っていうのが、今後ますます推進されていくといいっていうことですよね。そう思います。はい。はい、ありがとうございます。では最後に、下村さんがジェネシスに今後期待することをぜひ教えていただけますでしょうか。デジタル、さっき言いましたデジタル化が進んで、例えば、チャットボットやウェブの充実なんかで、もしかすると、それで、お問い合わせが今まで、電話やですね、ライブチャットでお問い合わせいただいたものが、その中で完結していったり、デジタルを効率化の目的で使ってはいけないと思うんですけども、結果的に効率化になるっていうことはあると思うんですね。で、こうやって効率化されて、効率化に出てきたこのプロフィット、で、このプロフィットを、やっぱり次の、やはり CX の向上のため、そして、より働きやすい環境としての、環境整備だとか EX の向上に投資するっていう、こういう考え方をコンタクトセンター全体がしていただけるといいと思っていて、で、そういう意味では、私、ジェネシスの取り組みでとっても共感を覚えているのが、最初にジェネシスのいろいろお話を伺ったときに、毎年、グローバル全体で200億円以上の研究開発投資してるっていう話があったんですね。まさに今私が言ったような、あれで、そういってデジタルをすることによって、いろいろなプロフィットが出たところ、また次の、CX 向上のためにいろいろ投資をしていくって、こういったジェネシスの、活動が、とても素晴らしいなというふうに思っていて、で、ぜひ、この活動をですね、さらに、投資を拡大してくださいって言ったわけじゃないんですけど、この投資の輪をですね、さらにぐるぐる回していただいてですね、日本の CX 向上に資する、まさにソリューションをですね、クラウド上に、ポイントリストもそうですけど、ソリューションを上げていただいて、みんなが自由に使える、自由にその CX の向上のために、そういったいろいろなソリューションを使えるっていう環境を、今後もどん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 作っていっていただけたらいいなと。いただけたらと、私も一員ですので、作っていきたいと、思っています。そういった意味で、ジェネシスが、日本のですね、CX 向上を、これからも、コンタクトセンターに関わる、皆さんと一緒にですね、推進できるように、していければな、っていうふうに思っています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。今後もですね、弊社のお客様、コールセンター、コンタクトセンターのお客様が、より顧客に寄り添った最適な顧客体験を提供できるお手伝いを、できるようですね、頑張ってまいりたいと思います。はい、本日は下村さん、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい。皆さん、いかがでしたでしょうか？ G サミットのセッションや顧客事例ビデオは、ジェネシスのウェブサイトでも閲覧可能ですので、ご興味のある方は、ぜひ、こちらの QR コードから、弊社ウェブサイトをアクセスしてみてください。それでは、本日のクルーチューブは以上となります。また次回をお楽しみにしてください。See you next time!